ヨーロッパの辺境に時の権力者に仕え悠久の歴史を見守る二つの部族がいた闇に生きる一族アンブラの魔女と光を浴びちとする一族ルーメンの賢者である彼らは互いに敬意を払い不可侵の掟を守って人類の歴史を影ひなたから支えていたがその調和はある日もろくも崩れ去る世界の観測者とまで謳われた光と闇の両一族が互いに憎悪の炎を燃やし突如として激しく争い始めたのだ戦火の炎は瞬く間に広がりヨーロッパ全土をいつ果てるとも知らぬ混沌の嵐へと陥れた拷問暗殺惨殺かつてない卑劣な構想だった しかし拮抗する業者の勢力にも次第に変化が現れ始める絶大なる神の力を振るうルーメンの人々による魔女たちへの執拗な迫害が始まった狂気に駆られた民衆は生き残った魔女たちを徹底的に断罪凄惨な魔女狩りである抵抗する者もいたが人々の信仰する神の奇跡の力によってことごとく惨殺されついに影の観測者アンブラの魔女の一族も歴史から消え去ったただ一人を除いた
Humpty Dumpty, Hakano Nakaka. Koashia Eggma mo saigo wa akkine mon datta ze, na? Sonna koto yori nande ore ga konna yatsu no tame ni wazawaza sanretsu shinakya narane tten da? Hotoki o oroshitara ore wa oyaku gomen daro? Na, kyou ga nan no hi ka shitten no ka? Konna yatsu ni seisho nanka yonda tte muda da ze! Ore tachi no gomi dame no naka demo fuda tsuki no kuzu datta nda. Hore, kono tori! Konna soushiki ni kuru mono tsuki datte tada no hitori mo iya shi ne. To wa ie, hotoke no sewa mo ore tachi no tsutome da ga na, yatsu no soushiki no gokigen o sokone tara kubi ga karada kara hanare chima. Umai koto yara nakya inochi ga ikutsu atte mo tari ya shi ne. Ma, koko wa souyu machi da. Kouyu kuzu domo ni wa ore tachi mitai ni mentou mi no ii yatsu ga te o kashi te yatte mochi tsu motaru tsu te wake sa. Morau mon wa morau ga na. Oi, itsu made sonna kudarane koto yatten da? Ore dattara koitsu ga jigoku de barbecue ni naru yo inoru ze. Iya, seize medama yaki ka? Sushitara medetaku ten ni noboreru daro ze. Tadashi hara o sukaseta kami sama no asameshi toshite da ga na. さてと俺も帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃ、アバエよ。まさか、お迎えが嘘だろ。あんなクズにも？ この腐った俺の光め、今今知ったらめえ。あの光の中にいるんだな。お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきりと温かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。来やがった。光の主よ、苦しみ迷える我らが家族の御霊。 たちも年々の時間よ。はっ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 。
俺をその辺の人間と一緒にしたら痛い目に遭うぜ。どいてなしたか。どけー！どけー！どけー！ロダン？よう、エンツじゃねえか。隠れてない。たまりにたまった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃ困るか。
い子たちではきついお仕置きをしなくちゃね。ビューティフル。ひどい安物ね。こんなのすぐ壊れちゃうわ。遠慮はいらねえ。たっぷり持ってきたぜ。届け物を頼むぜ。それで銃は終わりだ。そろそろフィナーレにしな。まだ早いわ。曲もダンスもこれからよ。
てくる。分かったでしょ？私には血も涙もないのよ。こんなおもちゃ使わせて今夜はロダンのおごりね。俺の車がめちゃくちゃだ。なんでいつもこんなクソみたいな目に遭うんだよ。ラッキー、エンジンは調子いいわよ。それよりせかすようで悪いんだけど、
あんたが掴んだっていう例の情報、早速聞かせてくれないかしら。それどころじゃねえ、こいつを見てみろ。宙吊りにされるわ、車もおしゃかにされるわ、人を散々ひでえ目に合わせておいて、はい、情報よこせだ。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだな、エンツ。そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして這い出してきちまうぜ。なんだと。ベヨナッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例のブスを仕上げねえと、お前さんが困ることになりそうだからな。待てよ、ロダン。エッグマンはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。でもあの世でも嫌われ者になって死神に蹴り出されてこっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。ほれ。早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど、5分経ったら歩いて帰ることになるのよ。待てよ、俺を置いていくんじゃねえぞ。全くついてねえ、最悪だぜ。ああ、くそったれ。せっかく久しぶりの依頼で儲けたってのに、これじゃ修理代で全部パーだ。俺の愛車をこんな風にしたクソ野郎が今度俺の目の前に現れやがったらギタギタにしてやるぜ。目の前はあっち。ちゃんと運転して。何をすまし顔してやがんだ。お前だってろくなもんじゃねえだろ。このゴミダメみたいな街のゴロツキどもの中でも天の使いに手出すなんて物騒なやつは見たことも聞いたこともねえ。何これ。それも尼さんの格好でだ。おめえみてえなバチ当たりなやつはろくな死に方しないだろうよ。あの格好結構気に入ってるのよ。お友達にも恵まれるしね。20年前、湖の底に沈む棺桶の中から目覚めて、たった一つ覚えてるのは自分が魔女だってことだけ。その上、輪っかを頭に乗っけた愉快な連中を毎日ぶっちめて生贄に差し出してやらなきゃ、地獄に引きずり込まれて一巻の終わりだとよ。俺も自慢できる生き方はしちゃいねえが、お前のその難儀な人生には同情するぜ。熱弁のところあいにくだけど、電気作家はお呼びじゃないわ。面倒な葬儀を引き受ける代わりにあんたは情報を教える。それが取引よ。ちょっと待ってくれよ。この車が見えねえのか。こっちはただ働き同然なんだぞ。話してやってもいいが、その前にせめてロダンの店で酒でも飲まなきゃやってられねえってんだ。言っておくが、情報は確かだぜ。お前の記憶の謎を解く唯一の手がかり、双子の宝石の片割れの行方をついに突き止めたってのよ。宝石一つに目の色変えちまって意外に乙女じゃねえか。苦しい。ちょっとからかっただけだろ。エント、あんたついてるわよ。しつこくてうるさい虫が一匹。
あんたはどうしたベヨネッタ。まだ夢の中にでもいるのか。
やつらでかい騒ぎをやらかしたもんだ。俺の故郷でもちょっとした話題だぜ。あら、そう。この世を構成する三位一体構造は知ってるな。ここ人間界、魔界、そして天界、この三つの世界だ。その真ん中にある通路のような空間がプルガトリオ。私が天使たちを狩るのに使ってる場所ね。改まって講義でも始める気？問題はそのバランスだ。たまに人間界で暴れる連中もいるが、大抵はその領分をわきまえてる。だがあんまり度が過ぎると、ヨハネの黙示録さえチャチな絵本になるような、天界と魔界の全面戦争が始まるぜ。戦争でもお祭りでも仲良し同士好きにしたらいいわ。私には関係のない話ね。ともかくだ、今度の騒ぎはどうも匂うぜ。エンツはこのタイミングで情報をつかんだってのも話がうますぎる。記憶の彼方の誰かがお前を誘ってるのかもな。お前にプレゼントだ。特別製のな。悪魔も喉から手が出るほどの貴重な素材を使った一品だ。退屈はさせねえ。可愛がってくれよ。私を誘う？約束がなければお断りよ。でも毎日小物の相手ばかりするのもいい加減退屈してたところだし、そろそろもう少し上品な子たちとも遊んでみようかしら。今夜は随分飲むな。余計な世話だろうが、奴らのところへ行くつもりなら急いだ方がいい。向こうもただのんびりと待ってくれるほど上品じゃないだろうからな。エンツォ、ヤツの分はお前につけとくぜ。お前が払ったことはねえがな。
情報によると最近ヨーロッパのブラックマーケットでとある富豪がどでかい宝石を競売にかけたんだと。そいつの名は光の右目、つまり双子の宝石、世界の目の片割れだ。何百年もの間金や権力のある連中の手を渡り歩いた挙句、歴史からスーッと消えちまった幻の宝石だ。さすがのブラックマーケットも一気に色めき立ったって言うぜ。だがあまりの法外な値段に結局買い手がつかず、物は再び闇の中へ逆戻りしまったようだがな。なに、その売り手の居所はバッチリ掴んでるんだ。あとはお前がそいつのところへ行って煮るなり焼くなり、まあ好きなように料理しな。この情報を手に入れるためにこのエンツォ様が散々骨を折ったことも忘れんなよ。どうせ宝石と一緒にこれの方もたんまり踏んだくってくるんだろ。追加報酬も期待してるぜ。てなわけで手がかりが消えちまわねうちにさっさと行ってきな。ヨーロッパの辺境のパラダイス、ピグリッドに。それでここがそのパラダイスってわけ。
見たい？ <音声>思った通りだ。この町は天使どもがうじゃうじゃしてやがる。魔界の連中がそわそわしているわけだぜ。何の話かしら？ この人間界にも魔界や天界に近い場所が存在する。例えば俺たちが住む吐き溜めはそのどちらにも近い町だ。だがこのビグリッドは飛び抜けて天界に極めて近い、いやほとんど重なり合っていると言っていい。ここに住む人間特有の念によってな。ふん、ともかくここなら随分こいつが稼げそうだ。 この兵糧は魔界でもいろいろ重宝する物でな。何か異様な時はこいつを集めてきたらいつものように取引してやるぜ、乗客としてな。相変わらずあんたもがめついわね。<笑>エンツォに気に入られているのも無理もないわ。それからこいつも分かってることとは思うが、 俺はいつも通り俺が仕上げた武器の働きぶりを鑑賞させてもらいに来ただけだ。何があっても俺に泣きついたりなんてするんじゃないぜ。それじゃあ私も一言言わせてもらうわ。たとえあんたが作った銃でものこのこ出てきて邪魔したら。
そうね、どんなセリフがいいかしら。ああ、例えばこんなのはどう。ケツにぶち込むわよ。そうだ、そのノリで行きな。武器の取引か、それとも酒か、どっちでも都合つけてやるぜ。
強気よ。
そのレコードは天使の歌声じゃねえか。また珍しいものを見つけてきたな。そいつは魔界の悪魔どもをおびき出す餌みたいなもんだ。その音色を聞かせてやれば、魔界の奥底から滅多に顔を出さない大物も寄ってくる。俺の芸術品に極上の力を吹き込むとびきり荒っぽい奴らがな。いいだろう。そいつと引き換えに天使も泣き出す魔界仕込みの一品をあつらえてやる。ちょいと一仕事してくるから、そこでくつろいでな。少々哀れん坊だが可愛いやつだ。仲良くやってくれよ。Yeah.